こんにちは、貝柱です。アンナチュラルっていうドラマをね見まして、結構前のドラマなんですよ。いつだったっけな、2018年とかですよ。知ってます？僕あんまりドラマは見てきた人生じゃなかったので、本当に今更見たんですけど、めちゃくちゃ面白くて、まあ、本当に今更かよって言われそうなんですけれども、ぜひ知ってる人は懐かしむ気持ちで、知らない人はまあどんなドラマなん、お前の話一応聞いてみようかみたいな感じで聞いてほしいんですけれども、お話ししますけれども、まずですよ、今年ラストマイルっていう映画が出たんですよ。その映画を僕は見に行って、うわー面白すぎる、ダダダダって膝から崩れ落ちたんですよね。でそれの動画も話してるんですけど、出してるんですけど、そしたらこのラストマイルっていう映画ね、実はその前の2つ世界線がつながってるドラマがありまして、それがこのアンナチュラルっていうのと、それからミウ404かな、こっちはまだ僕見てないんですけど、ラストマイル面白かったから、でコメント欄とかでも貝柱お前アンナチュラル面白いよ、 見なよっていうのいっぱいあったから見てみたわけですよ。したらこれひえー、全10話ですよね。脚本野木亜紀子さんがやられてるやつなんですけれども、このラストマイルに、だからその世界線が共通、世界が共通されてるから、その作品内でラストマイルにアンナチュラルのキャラが出てたんです。で僕その時は知らないから、ドラマのやつ、あねえ売れっ子の人出てんなみたいな、ちょい役で、ちょい役でこんな人使うなんて贅沢なんて思うぐらいのもんですよね。でしたらそれがアンナチュラルのメインキャラであったりだとかっていうのがわかるんですけど、でアンナチュラル見るじゃん。そしたらわこんなドラマがあったのね、うわーだーっつって、まじ内臓が弾け飛んだんで臓器移植お待ちしております。まず皆さん、アンナチュラルってどういう意味かわかりますか？不自然、アンナチュラルです。アンさんはいつもナチュラルでいいですよねみたいな意味じゃないですよ。そうじゃなくて、不自然の方、何の不自然かっていうと、不自然死なんですよ。不自然な死、解剖の話なんです。人体の人がさ、事故とかでまあ亡くなってしまうじゃないですか。それを死因を究明するために解剖するでしょ。うらーってかさばいてさ、見てやろうっつって、おらって見るでしょ。それ解剖して、その死因、まず最初に死因が、じゃあやけど、焼死しました、焼けちゃって亡くなりましたと最初言われてたんですけれども、だけどもうちょっとちゃんと解剖してよく見てみたら、あれどうやらこの人やけどで亡くなったわけじゃないぞ、その前にこれこれ堂々で何者かによって命を奪われている可能性があるぞみたいなのを解剖から分かっていく。そしてそこに一つね、まあ大体1話完結ものの話なんですけど、毎話解決していくみたいな感じ。ミステリーっていう感じではないんですけれども、で名探偵ものというような感じでもないんですが、本当解剖学、なんていうんだっけ、法医学っていうのかな、だから法医解剖医お話なんですよ。ご遺体って言ってね、解剖する、亡くなった方のね、あの器を、もう魂入ってない。このメインのキャラクターたちにはね、一個ずつ問題抱えてたり、昔事件に巻き込まれてる人たちがいて、その事件が最終話に行くにつれて紐づいていくというか、で最終話、その大きな事件が解決できるのできないのっていうね、まあできるだろうっていう話ですけどね、ドラマだからね面白いわー、マジね、ちょっと泣いちゃうよね、シクシクしちゃう。舞台がどこかっていうと、 UDI ラボっていうところがあって、研究施設みたいな、アンナチュラルデスインベスティゲーションラボラトリー UDI 不自然死究明研究所という施設があるんです。これは架空の施設です、このドラマで。これができてるんです。国からお金もらって運営しているような施設なんですけれども、補助金みたいなの。これがなんであるかっていうと、もうね、この辺ややこいから、ウィキペディアさんにお世話になりますけど、UDI ラボとは、日本における不自然死、アンナチュラルですね。
の8割以上が解剖されないままという先進国の中で、最低水準の解剖率を改善するために設立された施設ですよということね。遅れを取ってるから他の他のね先進国に、日本だけそんな情弱ダメじゃねみたいになって、なんか良くなくねって偉い人が決めたんでしょうね。で設立されたところです。そこにだから解剖医の人たちがこう何人か働いていて、日夜ですね、事件で送られたご遺体を解剖したりだとか、または一般人の人が依頼でね、すいません恋人が亡くなっちゃったんですけど、この前死因が、自殺で溺死って言われてたんですけど、あの人自殺するような人じゃないんですよ、僕の彼女、これ怪しいんで解剖してもらえませんかねみたいな感じで一般人が頼みに来ることもある。この時は余裕でお金もらうあざすつって高額の、まあね、そらそうなめんな、うん、ボランティアでやってねえから。でこの仕事ね 7K って呼ばれてて、何かっていうと汚いとかキモいとかきつい、すごく辛い仕事とか、もうなんかとにかく 7K、 もう良くない 7K が揃ってる仕事で、嫌だって言われる仕事なんだけど、それに打ち込んでる人たちがまあいるわけですよね。これがまず主人公三隅美琴ちゃんという人、解剖実績が1500件、すごくない？その1500件ご遺体をめちゃくちゃにしてるめちゃくちゃだからいい感じにねやってる。でこの子はこのね、法医学ってお医者さんからもあんまり良くない風に言われてんの、このドラマの中で。法医学なんか死んだ後の人を解剖するようなの、人を助けるためのものじゃなくて死んだ後の人を切り刻んでどうのみたいなニュアンスで言ってくるお医者さんがいたりするんだけど、つまりマイナスのね。だけどミスミちゃんは法医学は未来のための医学って言ってる。こうやって死因をちゃんと究明することで、このデータが未来の誰かを救うための栄養素になるから私はやってますみたいな感じで、少し暗い過去があって、あのね、この子自身ですね、家族が昔練炭で自の殺しちゃってるんですよね。その時に自分もちっちゃかった頃でね、お母さんに、あのね、家族でね、もう一室もう ガムテープでピャッピャッってね、あの閉じ切ってさ、空気出ないように。で、あのそこでね、炭をパンパンパタパタパタって、あのサンマでも焼くかのようにパタパタパタって炊いてさ、よっしゃーっつって。じゃあ今から眠くなるから、みこと、はい、このお薬飲んでって睡眠薬ね、ラムネだから美味しいよって言って飲まされて、みすみちゃんお母さんにね、じゃあ寝にしようねって家族でみんな寝てた。でこれの生き残りなんですよ、一家心中の。なんかギリ助かったみたいな、そのまずくてラムネって言われて食った睡眠薬なんかまずくねっつってペッて吐いたから直前で、だからなんかあんまり寝ずに隣の部屋に行って助かったみたいなみことちゃん。だから練炭についてすごい詳しくて、その解剖についてもその練炭系の死因とかそういうものに私自信ありますみたいな人、結構前向きでね、気持ちいい主人公なのよこれがね。シナリオが毎話ね最高なんだけど、特に僕がお気に入りのが一個あって7話だ7話、まあ終盤なんだけど、殺人遊戯っていう、これはですよ面白いですよ。人を殺しましたっつって高校生の男の子の人が連絡してくるの、みことちゃんに対してね。ビデオ通話みたいな感じだからこうやって映像が見えてるんだけれども、その男の子は顔がわからないのよ。パプリカのアバターみたいなやつを顔にパッて当て込んでるから正体はわからない、この男の子の。一室でこんにちは三隅美琴さんみたいに言ってきて、僕人殺しちゃいました、見てくださいとか言って、これですね、横たわってる死体があるわけ、もう血だらけで、殺しちゃいましたはははって、じゃあ美琴さんにクイズですとか言ってさ、この死体の死因は何でしょう、一体僕はどういう方法で殺したでしょうか、はいお答えくださいみたいな、やばーじゃん、なんかそういう愉快犯みたいなやつがやってきて、で何よと、そんな女こんなの付き合ってられないわよと思うじゃんみんなね。だけどね、これね、これダメですと、あなた付き合わないと生配信されてんですよね、どっかのサイトで。バンされないようなところで生配信されてて、視聴者が見てんの、一般の人たちが。
コメントとかもバーって来て、これ本物とか、やべえ楽しくなってきたとかコメントされてるの。これの視聴者数が10万人だったかな。行くまでに死因をあなた特定できなければ、はいこちらご覧くださいって言って、ここにもう一人なんか人が倒れてて、こいつも殺しますっていうの、このパプリカ野郎が。ええってなってさ、みことも、これはもう付き合わないわけにはいかないじゃん。こんなの、この人を殺したと言っているね、男の子と通話をしながら死因が何かを特定していくというお話。その子の通ってた高校とかのシーンとかもあったりするんだけれども、お話が進んでいくにつれて、このパプリカの男の子はこの死体を、みことちゃん死体の解剖実績1500件以上のみことちゃんに見せることで何かを伝えたがってるってことが分かんの。何かこの刺し傷不自然ですよねって、綺麗に3本綺麗に揃いすぎてるみたいなやつ、あなたは一体何を伝えたいのって見ていくと、この死体が、ごめんここだけネタバレさせて聞きたくない人聞かないで、7話だけの、ごめんネタバレさせて、この死体ね、僕が殺しました、パプリカ星人ですわーとか言って、この子が殺しまして、ほら遊ぼう遊ぼうって言ってたでしょ。これ実はある意味いじめで命をなくしちゃった男の子の死体なの。暴行でね、イケイケのね男子がいて、お母さんとか、まあ、保護者も要は事件をもみ消すような保護者、ね、のタイプの人、それにもう日夜うわーってやられてて、あーって、でいじめを苦にしてた子がいて、その子とパプリカの男の子は仲が良かった。で日夜ですよ、あいつらどうにか後悔させてやりてえよなって、いじめっ子の子たちをやりてえよなって言ってて、あ、それじゃあさって言って、俺死ぬよって、この男の子、俺死んでその死因をあいつらがやったってことにすれば、あいつら逮捕されて万々歳だよね、一緒に計画しようぜってパプリカの子と話し合ってて、こういうトリックを使えばうまいことあいつらに罪を着せられるよねって、わー楽しい楽しいって、最初はこれ冗談めかしてね、なんかミステリー小説とか読んで、そういう冗談で言い合いっこして話してたんだけど、この男の子はもうその計画は実は本当で、このいじめっ子の子たちに一泡吹かせるために自分からこう、そのとあるトリックを使って亡くなっちゃったの。もうだから自殺としてなっちゃってるんだけれども、いじめを苦に自ら命を絶つみたいなもんですからね、もう殺人みたいなもんじゃないですか。それをつまりみことちゃんに解明してほしくて、うん、ちゃんと死因を見れる人だから、みことちゃんは。解剖医で。そして、このいじめっ子たちの罪を、この配信上でね、多くの人に知ってもらうために、これを仕組んだというパプリカの男の子。これのドラマが泣けるわけですよ。まあ、その辺の細部はね、ぜひ、見たことない人は見てほしいんですけど。ボロボロ、ひえー。だから、パプリカの男の子は、自分がそうやって殺したぞっつって、みんなの視聴者の興味を引いて悪者になって、そのいじめっ子たちの罪を暴こうとしていたと。みことちゃん非常にこれ苦いですね、あの話だったりするんですけれども、まあ、これ以外にも、でも最高なんだけどね、もう他のエピソードも最高なんですけれども、他にメインのねキャラ何人かいて、中堂圭さんっていう、みことちゃんと同じ解剖医で解剖実績3000件以上。わお、みことちゃんの2倍以上。で、口癖はクソがクソがバカがよ、めちゃくちゃ口が悪くてですね、もうドラマ開始当初なんて、みことちゃんともうぶつかりっぱなし。あーっつって、誰お前がやっとけみたいな感じ。自分の助手みたいな人とかにも、そういうクソがとか罵声浴びてさせて、たりしてるから、助手の人がもう心病んじゃってですね、やめますって言って何人もやめてるみたいな、短い時間で。はい、飯尾さんが演じてるその助手の人がいるんですけど、この人めっちゃ好きで、僕やっぱこのこ、やっぱこういうコミカルな人好きね、飯尾さんの助手の人が、それでめちゃくちゃ心が傷ついたんで、中堂圭にあの裁判を起こしたりするんですよねあの慰謝料くださいっつってこの結末も面白いんですけど
めっちゃ嫌われてるような人なんですけど、態度も悪いからね。俺は絶対にここはやめねえぞって UDI ラボやめねえかな。なんでかっていうと、この人はです。この人にもドラマがありまして、昔お付き合いしていた方が亡くなっちゃってんですよね、女の人が。うん。要は殺人犯捕まってなくて、で、手がかりを探してるんですよ、中堂さんは。なんかね、無許可で自分のその彼女も解剖したような男なんですけど、うん、なんで死んだんだってね、もう悲しすぎて、もうこれもう終盤やばい、もうあーってなるんですけど、これもう口の中にね、手がかり、彼女の口の中にマークが入ってて、それがこのドラマの中堂さんたちが言うには赤い金魚のようなマークがついてると、うん、パッと見える、うん、まあ僕には赤い金魚には全く見えないんだけど、まあそういうこともあるわな。うん。あるわあるわ。で、時を超えて、ふと運ばれてきた女性の遺体を解剖したら、その人の口の中にも自分の彼女と同じような赤い金魚のあざのようなものが口の中に、口内炎のように残ってて、同じ犯人だと。手がかりを集めていけば犯人にたどり着けるかもしれないって言って、ここに居座ってる男なんです。最初だからいがみ合ってたみことちゃんとも、こうだんだん協力していくようになって、口は悪いけれども、力持ちっていうね、すごく助けてくれるよ。always いい嫉妬を提供してくれるでおなじみ。もうね、これが終盤の、だからメインのドラマになってくるんですけど、この誰が殺人犯なんだっていう。いやー、辛いよねー。叫ぶところがあるわけですよ。でこの中堂圭がバカがとかつって悪態ついてて強がってるような男です。こいつがもうとあるシーンでもう心折れちゃってあーっつってもう泣き崩れるシーンがあるんだけど、もう中堂中堂さんピンクのカバーそれは他にもいっぱいいんのよ。もうちょっと言い表せないぐらい、もうちょっと時間が足りねえから、みんながもうみんな説明してたら意味もう何時間かかんのって話だからざっくり言いますけど、ほんに久米六郎くんっていうね、バイトで入ってる男の子とか、ここに庄司優子ちゃんっていう、あなんかムードメーカーみたいな女の子とかね、同僚みことちゃんの、あと所長もいいしね、あと飯尾さんが演じてるその助手の人も面白いし、とってもね面白いドラマでございました。まあ、次だからミュー4見て、見終わったらまた動画でね感想でも語ろうかなと思うんですけれども、あの解剖のドラマって言ってもね、別にそのグロテスクとかではないんでね、臓器とか見える時はあるけど、要は別に なんて言うんだろう、あんまそういうのは見えないようにしてるっていうか、そういうのグロいドラマなのとかはあの気に怖がらなくていい、そういうのじゃない。はい、ということでございました。貝柱でした。さよなら。